こんにちは、速稼塾の久保です。カルダのエーラファンの皆様、2021年いかがだったですかね。特に2021年はステーキングプール運営者で、私のね、速稼塾の、まあ、塾生さんでもいらっしゃいますリピさんにご協力いただいて、ステーキングプールに多くの方のカルダノを、まあ、委任していただきました。そこでですね、こうやって年が変わりまして、リピさんに何点かね、ちょっといろいろ聞いてみたいなと思うことが私自身も出てきましたし、多くのね、カルダノファンの中から、こんな場合はどうなんでしょうかとかね、自分はステーキング参加できるんでしょうかみたいなね、小さな質問から大きな質問までいただくようになりました。まあ、これもですね、安定してリピさんがステーキングプールを運営されている、まあ、証なんではないかなと思いますね。まあ、その今となってはね、とっても頼りにされている、まあ、リピさんのステーキングプール、そして5日ごとに送られてくるエポックの更新レポートの内容なんですけども、2022年になりましてね、リピさんの視点で昨年のカルダノエーラのこう、まあ、動きですよね。主には価格のなんか8倍ぐらいになったんですかね、年間を通じて。で、今年はどのぐらいになるのかなっていうふうな、リピさんなりの個人的見解、そしてですね、大体去年はリピさんの運営するステーキングプールでどのぐらい委任をいただいて、その委任されたカルダノからどのぐらいのステーキング報酬がトータルで1年間生まれたのか、これちょっと興味ないですか。なんか何千万円もステーキングプール委任の、ステーキング報酬がトータルで生まれたんですよってことになると、これはですね、リピさんがカルダノエーラのホルダーさんにどのぐらいのトータルでですよ、利益をもたらして、どのぐらいのこの世の中にマーケットを開拓したかってことにもつながると思うんで、非常に分かりやすいと思うんですよ。まあこれね、単純に言うと、銀行で例えるとお客様から1億円ぐらいのトータルでね、預金をいただきました。そして金利として皆様にトータルで1000万円お渡ししたことになりますみたいな感じでね。そうすると1億円を使って1億1000万円のマーケットを作ったと、まあ言えなくもないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、この辺をね、またどこかで新年近いうちにリピさんにね、ズームライブなどでインタビューできればいいなと思っております。それではね、最後になりましたけども、今年もカルダノエーラバンバンとロードマップ動いてますのでね、注目していきたいと思います。本年もよろしくお願いします。ありがとうございました。